東日本高崎支社体験教育型地域活性化プログラム新事業発表会にお越しいただきまして誠にありがとうございます。 JR 東日本高崎支社ではこれまで地域活性化に向けたさまざまな取り組みを進めてまいりましたが、その総決算の意味を込めまして、この度さまざまな新規の事業を立ち上げる運びとなりました。本日はその内容についての発表とご説明をさせていただきまして、ご理解を賜り、皆様とのより一層の連携強化を図れればとの思いで今回を開催させていただく運びとなりました。本日はお忙しい中、体験教育型地域活性化プログラム新事業発表会にお越しいただきまして誠にありがとうございます。JR 東日本高崎社としては、これまでも地域との連携を強化するということで、地域活性化に向けましたさまざまな取り組みを推進してまいりました。昨年度は地域の農作物を活用した6次産業化商品としまして、上越線ビールや上越線ピクルス、またベジパスタの開発を行っていったところでございます。おかげさまでこれらの商品につきましては、とても多くのお客様からご好評をいただいているところでございます。 JR 高崎支社ではこれまで地域活性化に取り組む中で、高崎駅や前橋駅、みなかみ駅等の拠点駅において、駅の環境整備であったりにぎわいづくり、また沿線地域の価値向上を目的といたしまして、地域の皆様と連携をして駅前でのマルシェや6次産業化商品の開発を展開してきました。高崎支社としてこれまで地域活性化施策に取り組む中で、さまざまな知見を蓄積するとともに、地域の皆様とネットワークを構築することができました。またそれと同時に、各地域においてまだまだ発掘できていない魅力が多数あるのではないかということを感じることができました。また地域活性化施策を着実に推進していくためには、学びが重要なキーワードであると感じております。なぜなら地域をより元気にしていくためには、地域の皆様にその地域のことを知っていただいて、もっと好きになっていただくことで、主体的に地域の課題解決や活性化に取り組んでいただくという好循環を生み出していくということが必要不可欠であると感じているからです。そこで私たち JR 高崎支社では、地域の皆様と連携をしながら学びの場を提供し、地域への愛着を育んでいきたいと考えております。また今後の地域活性化施策では、群馬の宝である SL により一層スポットを当て、地域への愛着づくりや鉄道のファンづくりを行っていきたいと考えております。今年度では上越線沿線活性化施策、汽笛の聞こえる街プロジェクトに基づき、地域の皆様と連携をしながら SL を軸とした施策を展開してきました。そこでこれまで地域活性化施策に取り組む中で蓄積してきた知見を生かしまして、この度体験教育型地域活性化プログラム鉄育を立ち上げます。鉄育とは、地域の鉄道を通して地域の魅力を知り、郷土愛を育む取り組みです。地域のことをよく知ることで、地域をもっと好きになってもらい、子どもたちの好きが未来への地域活性化の原動力を作るということを目的に取り組んでおります。この新事業である鉄育は、JR 高崎支社における地域活性化施策の今後の柱となる取り組みだと位置づけております。今回立ち上げる体験教育型地域活性化プログラム鉄育では、今年度において3つの施策を展開してまいります。まず1つ目の施策が、走れ教室モニターイベントです。走れ教室というのは、 SL 客車を1つの教室に見立て、流れる車窓風景を教科書に、その地域に詳しい先生方に沿線地域の歴史や文化、地理などの特色を授業形式でレクチャーしていただくという体験教育型のイベントです。2つ目の施策は SL カルタの発表です。
SL は JR 高崎支社並びに群馬の宝であると認識しております。そこでもっと多くの皆様に SL の歴史や仕組みを学んでいただくためのツールの一つとして SL カルタを考案し、この度発刊の運びとなりました。群馬の方に問わず多くの皆様に SL を学んでいただくだけでなく、群馬への愛着や郷土愛を醸成することにより自慢できる郷土づくりにつなげていきたいと思っております。3つ目の施策は上越線の教科書の制作です。挿絵の制作は地域のイラストレーターの方に方を起用させていただいたほか、地域の有識者の皆様に監修をいただき、地域の皆様の知識、知や技術を結集し、上越線の歴史や文化、地理について一冊の教科書に集約します。 SL に乗りながら地域について学んでいただく教科書としても活用することができるほか、 SL に乗車しなくても SL や群馬の魅力を学んでいただくことができるツールとなっております。上越線の教科書につきましては、今後一般のお客様にもご覧いただけるようにウェブ等での公開を予定しております。体験教育型地域活性化プログラム鉄育の今後の展開については、走れ教室の小学校教育カリキュラムへの導入を検討しております。自治体の皆様や観光協会の皆様にご協力いただきながら、小学生の貴重な学びの場として授業の一環で走れ教室を展開していきたいと考えております。また子ども向けの、走れ教室だけでなく、大人向けやインバウンド向けなどさまざまな内容で展開を検討していきたいと考えております。より多くの皆様に SL を知っていただき愛着を持っていただく機会といたしまして、走れ教室を展開していきたいと思っております。さらに首都圏エリアへの鉄育に関する情報発信を強化していきたいと考えております。県内からの観光流動創出を目的とし、群馬の宝である SL をしっかり PR していくためにも、本事業鉄育をしっかり発信していきたいと考えております。以上、本事業の趣旨説明とさせていただきます。池田さん、ありがとうございました。それでは続きまして、今回の取り組みにご賛同くださいました地域を代表する有識者によるプレゼンテーションへと移らせていただきます。まずはじめに、走れ教室モニターイベントで渋川沼田間の渓谷風景に沿って、全国的にも有名な沼田地域の河岸探求をはじめ、沿線地域の地理・地形についての授業を行っていただきます。群馬地理学会の原沢直久さんによるプレゼンテーションです。原沢先生は昨年放映されました NHK のテレビ番組ブラタモリの中で沼田の河岸探求についてタモリさんにご案内をされました。河岸探求ファンのタモリさんも大変感激をされていたとのことです。それでは原沢先生、よろしくお願いいたします。ご紹介いただきました原沢と申します。それではですね、早速そのビューポイントの話をさせていただきます。渋川駅を出た列車はですね、まず利根川第一橋梁ということなんですけども、大正橋と私たちはこう、自動車の橋をですね、大正橋というふうに呼んでるんですけども、まずその鉄橋を渡ります。この渡るときにですね、ちょうど左側の車窓に見えてくるのが、左側から吾妻川が流れてきます。右側から利根川が流れてきます。この合流点なんですね。で、まあ、低いんですけれども、この合流点の前方の風景は河岸段丘ということになります。この河岸段丘という地形はずっとこのまま利根川、あるいは吾妻川もそうなんですけども、遡って、断続的に続いています。で、特に沼田市付近、昭和村沼田市付近の支流片瀬川との間に作る河岸段丘についてですね、日本有数の河岸段丘ということで、日本で原稿を使っておりますほとんどの地図上教科書教育的に使われております。そのまま少し遡りますと、渋川の市街地が円形に広がりました。この地形はですね、ちょっとお分かりになると思うんですが、扇状地ですね、春名の火山国に、の谷間から生まれた扇状地地形ということになります。渋川の町というのはこのような典型的な扇状地の上に
置しております。手前は崖になっていまして、これ見える地形は、まあ、変わらないということです。さて、そしてもう少し坂に行ってまいります。そうするとですね、対岸、利根川を挟む対岸の様子がご覧になれると思うんですけれども、ちょうどこう市街地のような建物が並んでいるところが見えるんです。これが、まあ、典型的な河岸段丘の区域です。崖の部分と平らな面、段丘街と段丘面というのが重なってですね、階段のように何段も、作られている、この景観が、この河岸段丘という地形です。さて、まあ、ここまではですね、大正橋というか大正橋梁からのしばらくの区域ということになります。さて、では2番目のポイントに参りたいと思います。さて、つくだ駅という駅があるんですけど、そこを出て鉄橋、2つ目の鉄橋の上から撮った写真です。ここはですね、棚が、上に棚があって、棚の下で棚下という集落ですね。まさしく棚の下のような集落なんですけども、集落の上を鉄橋は渡れています。利根川を渡って集落の上も渡りで、そのままこちらに入っているという場所なんですけど、上の方を見てください。ベルト状にずっとこう岩盤が見えると思うんですけども、これを棚下火砕流というふうに言います。赤城火砕流が噴き出した、いわゆる火砕流ですね。その火砕流がここに堆積したものです。高温のためにですね、固く固まっておりまして、溶結溶解流という岩になっているんですね。この岩は非常に硬いものですから、上からなかなか浸食になりません。横から崩されるためにこのような、高い壁のようなものが出来上がるということになります。はい、じゃあ次にお願いいたします。さて、岩本駅、福田の次は岩本なんですけど、岩本駅を過ぎたところに、これはまたやはり2つの川が合流する場所です。手前が利根川です。右の方、上から流れてくるのが片品川ですね。尾瀬、それから北日光方面から流れてくる、その合流点ということになります。円形に見えておりますのが、やはり2段、3段ぐらい河岸段丘という地形が見えておりますね。円形に、関越自動車道の片品川が近づいています。左の方には豊か山という、まあ、標高2000メートルになるような、まあ、100メートルの人もそんな山も見えています。まあ、そういう風景ということになります。で、右の方にですね、ようやく赤城山が、山の格好が見えてまいります。それまでは赤城は山として見えないんですね、景観の中ですね。ここの、この場所こそが、まあ、何でも最も有数な河岸段丘と言われている風景ということになります。次に。はい、そうして岩本の次、沼田駅に列車は到着いたします。沼田駅からですね、上の方を見上げた風景です。そうするとですね、崖の下りのところに家が並んでいるのがご覧になられたと思います。なんでこんなところに家が並んでいるんだということに、ぜひ疑問を子どもたちに持ってほしいんですけれども、一体この上には何があるんだというお話ですね。この上には沼田の市街地が載っています。駅前にはほとんど市街地らしい市街地がなくてですね、この崖の上にあるんですね。非常に日本有数の河岸段丘と言われている広い段丘面の上にそっくり市街地が乗っかっています。以上でお願いします。ありがとうございました。続きまして、モニターイベントで沼田みなとみかんの山岳風景に沿って、今年6月にユネスコエコパークに認定された南川岳と水上町の大自然についての授業を行っていただきます。水上山岳ガイド協会の松村美奈子さんによるプレゼンテーションです。ご紹介に預かりました、水上町山岳ガイド協会の松村美奈子と申します。今日一日よろしくお願いいたします。出身は埼玉県川越市で、水上町の自然が気に入りまして、15年ほど前に、主人と水上町に移住いたしました。2人の小学生がおりまして、子供を育てながらガイドをしております。若い頃からスキーやスノーボードの板を背負って、雪山を登って滑り降りるバックカントリーを趣味で行っておりましたので、3年ほど前から登山ガイドの仕事をしております。
今ではそのバッカンドリで滑っていた、谷川岳登山ガイドの他にも大勢のガイドをしておりまして、県内の子どもたちを案内する大勢学校でもガイドを担当させていただきます。また谷川岳の一ノ倉山を走っておりますガイド付き電気バスでもガイドを担当させていただきます。沼田駅から、SL が出発いたしますと正面に谷川岳が見えてまいります。その車窓から見える谷川岳を見ながら、子どもたちには、谷川岳はこんなところだよというのを、案内したいと思います。こちらの画像は、谷川岳を代表する岩場一ノ倉山になります。谷川岳の岩壁は日本三大岩場と呼ばれておりまして、昔から、多くのクライマーが訪れる岩場となっております。冬は大陸と日本海側からの湿った寒気が、谷川岳にぶつかり多量の積雪をもたらしています。また強い季節も吹きつけるので、高山帯のシンボルでもある針葉樹の成立を妨げ、森林限界が標高1500メートルあたりから起こっております。これが標高2000メートル失礼いたしました。標高2000メートルにも満たないのに、高山景観を呈している理由になります。こちらの画像はですね、谷川岳の西黒尾根という尾根がありまして、そこから登ったところから見える風景になります。もう標高1500メートルから高い木が生えていない、おりません。また斜面に降り積もった雪が崩れて、雪崩などの活動によって岩場が削られ、U 字型の雪崩道、アバランチシュートといった、赤色地形なども見ることができます。こちらは白髪門という谷川連峰の一つになりまして、当日車窓からは全く見えないんですけれども、谷川岳のですね、指そばを挟んだ対岸に面している山になりまして、このように何本も刻まれているアバランチシュートが地形が見れるというのは日本有数です。ちなみにこのような地形は一般的には山の奥深いところに、場所によく見られますけれども、ここは一ノ倉山手前の国道291号線からすぐの場所に見える場所になります。大切な水を蓄えているのが源流域に広がる原生林です。原生林にはブナやミズナラなどの落葉紅葉樹林が広がり、スポンジ状の土壌が広がっております。谷川岳を含むこの町内の樹林帯では多彩な生き物が生息しております。クマやカモシカなどの大型のものから、イヌワシ、クマタカといった希少な猛禽類までおります。猛禽類は生態系の植物連鎖の頂点にいるので、森林生態系の豊かさの指標になっております。みなかみ町の最大の魅力は、これらの日本を代表する貴重な植物や大自然が、わずか東京都心から1時間で来られる距離にあるということです。移住のきっかけは、私の主人の職場が東京にありますので、新幹線の駅が近くにあって、そして、スキーができるところということでみなかみ町に移住したんですけれども、自然や文化や歴史を知れば知るほど、この水上町というのはとてもすごい表現ですので、子どもたちには水上町に住んでいることにもっと誇りを持っていいんだよと常に人から言っております。この画像は2週間前の一ノ倉山を写した画像になります、ね、今は山頂に雪が積もっておりまして、白くなっております。ただ麓の方は紅葉が残っておりますので、赤や黄色といったまさに雪化粧をしている山並みを見ていただくことになると思います。当日はですね、SL といった特別の車窓から見える鮮やかな景色を教科書として、自然の美しさとその自然がもたらすというものを多く知ってもらいたいと思っておりますけれども、きっとですね、子どもたちもこの自然が自分たちの住んでいる地域につながっていると実感してくれると思います。以前ツイッターで、アップルを作ったスティーブ・ジョブズ氏の卒業式で話したテント戦というのが話題になっておりましたけれども、
初めは点でしかなかった知識が見たり聞いたり経験したりしていくと、それは線で結ばれていき、そのつながれた線が想像力によって新しいものが作られると教育士は話したそうです。まさに子育てをしておりますと、子どもの知識というのはカルタの絵札のように、一枚一枚バラバラで点でしかないと実感しております。でもこの走れ教室をきっかけに、子どもたちの中の点が、点でしかなかった知識が鉄道のレールによって線となり、その線が枝分かれをしてこれから担っていく群馬県、また町地域を創造する手助けになればいいなと思っております。そして私が群馬県に移住した時に感じた、群馬ってすごいねと感じてもらえたと思っております。町内の小中学生には環境学習でも伝えておりますけれども、先人たちから受け継がれてきたこの素晴らしい自然や文化に誇りを持ち、次の世代もその次の世代も同じ自然が残れるようにみんなで守りながら大切に活用していこうと伝えております。そして子どもたちが大きくなった時に、歩く広告塔となり、みなかみ町の自然を PR して多くの人にみなかみ町を知ってもらいたいと思っております。これで、私の、プレゼンは終了させていただきます。ご清聴ありがとうございました。松原先生ありがとうございました。続きましてモニターイベントでは SL の渋川停車中に地域の農産物と加工品についての課外授業を行っていただきます。渋川飯塚ファームの飯塚智和先生によるプレゼンテーションです。ただいまご紹介に預かりました渋川飯塚ファームの飯塚と申します。群馬県産のフルーツや野菜にハーブを合わせたジャムを作っておりまして、具体的にピクルスとかハーブとかですね、そういったものを製造と販売をしております。ハーブを栽培しておりまして、群馬県産のフルーツやハーブを僕もやったので、そのジャムを作っていたものを皆さんの方が見ていただいて、ドイツ製ピクルス、ドイツ製の野菜を作ったものを作らないかというようなお話をいただきましたので、それがきっかけでドイツ製ピクルスを作るようになりました。最初ピクルスを作るという話が決まったんですけども、そのコンセプトとしてソースやドレッシングなども使えるものという形で刻みにするようになりまして、お客様からは刻みだったことで使いやすいようなんて声をいただきまして、非常に好評をいただいております。いよいよ本題を向けますが、私は先ほどご紹介していただいた通り、渋川駅で の SL の停車時間の発行を担当いたします。高崎駅を出発した SL レトロ水上号がだんだんこう上越線北上していきまして、最初は街の風景だったものが、新前橋駅を越えたあたりから徐々にこう変わっていきまして、八木原を越え、渋川駅に着きますと、だんだん畑とか田んぼが目につくようになっております。で、そこの景色が変わったところで、私の方から子どもたちには、群馬県の農業についてお話ししたいと思います。ただ、私の農業における農業というのは、農業的な観点だけで発達するものではなくて、人々の営みですかね、そういったものとは複雑に絡みながら発展していきます。例えば高川殿下なんていうふうによく群馬県の女性のこと言われると思うんですけど、それも最初は眉が黙々生産が盛んだった群馬県という農業的なベースはあったんですけども、そこに繁栄の富岡製糸場ができたことで、さらに女性が進出したという形で、農業と社会的な環境の変化が変わってきたことで、そういった文化になった。群馬県の小麦の栽培も全国第4位でして、それが盛んになった理由も、女性が先ほどの通り社会進出しておりましたので、簡単に食べられる粉物の文化、これが発達したということも背景があるそうです。焼きまんじゅうであったり、うどん の水沢うどん、お切り込み、うどんが肝かですね、とかお切り込みとか、そういったものが栄えたのも、女性が簡単に食べれるからということで非常に普及した、そういった背景があります。ですので、昔から食べているものをそのまま美味しく食べる、実はこれも地域の特色を知るという、そういう機会になると思っています。ですので、今回のですね、SL の機会をいただいて、時間の中で私の方で伝えたいことは、地元のものを単純に触れて、
あ、これ美味しいなとか感じてもらう、そういったことを自分大事にしたいなと思っております。いろいろ話してもらいましたけど、地元になんかそもそもあったものっていうのは、それが普及する歴史であったり、その時代背景、そういったものがあったからこそ、今なんですか、ね、身近にあるものなんですけど、それが普及しているという背景があるからです。ですので子どもにはもうズバッとこう単純に分かりやすく、地元で採れて地元で加工したという美味しいもの、そういったものを体験し味わってもらう、そういった企画にしていきたいと思っております。ちょっとね、今後そういったことを体験していただくことで、もうちょっとより大人になって、あの時そういうこと食べたけど、あ、そういうことがあったんだなっていうふうに分かってもらえる、今回の企画に対してはその種まきになるような授業にしたいなと思っております。進行では以上です。飯塚先生、ありがとうございました。